これだけで映画のシーン再現できるなんてさすがレゴスターウォーズですよ。あ、もうシディアスのミニフィグなかったんで、まあそれっぽいミニフィグで代用したんですけど、こいつがもうダースベイダーじゃん。てんてんてん。皆さんこんにちは、自称レゴブルーダー、ひろゆだ。はい、ついにこの日がやってまいりました。今回紹介するレゴはこちらです。はい、こちらです。レゴスターウォーズムスタマーの戦いです。はい、これは今年発売されたレゴスターウォーズです。これね、発売して間もない頃にもこれすぐなくなっちゃいました。もうプレミア価格になってたんですけど、 Amazon で定価で売ってたので速攻で買いました。もうこれはね、僕すごい大好きです。これはね、スターウォーズ好きの僕からしたらついにこれ来たかって本当になりました。いや、もうこれ作ってエピソード3のこといろいろ語りたかったんで、めちゃめちゃ嬉しいです。はい、今回の動画ではこちらを組み立ててエピソード3の話をしていこうと思います。はい、では箱を見ていきましょう。いやー、もうこれ最高。僕エピソード1から3が好きなんですけど、やっぱね、アナキン編の最後といえばやっぱこのシーンっすよね。まあ簡単に言えば、アナキンが闇落ちしてしまって、それで結局オビワンがまあなんとかまあ戻ってこないかみたいな感じで説得しに行くんですけども、結局こうなってしまうという。でパッケージのアナキンも完璧に闇落ちしてますね。闇落ちのアナキンのミニフィグって確かだいぶ前に発売されたパルパティーンの大砲でしか多分手に入らなかったと思いますね。ついに闇落ちアナキンが手に入る。いや、嬉しい。エピソード3の最後の戦いなんですけど、ここどうだろう、決着つく前の多分シーンだと思いますね。はい、箱の裏はこのようになってます。これもギミック盛りだくさんで結構面白そうですね。ざっくりめに言うんですけど、ムスタファっていうのは、まあ溶岩だらけで、まあ鉱山が盛んな惑星ですね。スターウォーズエピソード3が確か2005年に放映されたので、もう15年の時を経てやっとこれ出ましたね。もう僕はすっごい嬉しいです。はい、では開けましょう。もうこれ開けるのすっごい楽しみなんですよね。いや、もうどうせだったらダース・ベイダーの誕生も欲しかったんですけど、前の動画でも言ったんですけど、あれもうプレネ化して買えないですよね。あれはもうほんと再販してほしい。あとはやっぱバトルドレードの格納庫、あれもぜひ再販お願いします。あ、意外とパーツそんな入ってないかな。はい、中にはパーツが入った袋が2つと説明書が1冊です。で、説明書なんですけど全く違うんですよ。いつもの説明書はこんな感じで横開きなんですけど、今回はなんとこれ縦開きなんですよ。これあれですね、前に作ったジンジャーブレッドハウスを思い出しますね。今のレゴの説明書ってこうなってるのかな。今回から縦開きになってるのかな、ちょっとあんま分かんないんですけど。はい、では袋からパーツを取り出します。はい、袋からパーツを取り出しました。今回なんかパーツ少なそうなんで意外と作りやすそうですね。では作っていきます。はい、ではミニフィグから見ていきましょう。まずはやっぱこれですね、アナキンですよ。いやー、もうこれが欲しかった。はい、全体はこのようになってます。いやー、もうやっぱアナキンといえばね、エピソード2でドゥークに右腕切られて、エピソード3で義手になったんですけど、やっぱね、アナキンといえば、まあ右腕の義手ですよね。やっぱこれかっこいいんですよね。ちなみに、僕は4、5年前にこちら、レゴスターウォーズのスターファイター買った時についてくるアナキンを持ってます。もう衣装が全然違うのと髪の色全く違いますね。裏はこのようになってます。もう全然違いますね。で、アナキのこの顔はリバーシブルフェイスとなってますので、はい、このように変えることができます。うわー、もう落ちちまったな。もうなんでこうなっちまったんだよアナキンって思う人いると思うんですけど、まあちょっとこれは後で話します。あー、こんな可愛い子がこうなっちまうとはな。はい、じゃあ次はオビワンを見ましょう。はい、全体はこのようになってます。ちなみにオビワンのミニフィグはエピソード1のナブーの戦いと、あとはエピソード3のグリーバス将軍のホイールバイクについてくるオビワンのミニフィグは持ってます。いや、やっぱエピソード1のオビワンすっげーかっこいいっすよね。もうアナキンと同様も全く違いますね。グリーバス将軍のホイールバイク買ったのが4、5年前なんで、もうこの間ですっごい変わりましたね。はい、後ろはこのようになってます。もう全然違うな。こちらのオビワンの顔もリバーシブルフェイスとなってますので、はい、こちらに変えることができます。おそらく決着ついた時のあのシーンだと思いますね。もう師匠と弟子の対決、これはちょっとね、まあ泣けるんすよね。いや、やっぱこれはほんと素晴らしいっすね。
はい、完成しました。わあ、これね、もう先言っちゃうんですけど、これ100点だわ。いや、もう毎度言うんですけど、レゴスターウォーズは、もう100点ですよ。アマゾンの、商品ページに、なんか鉱山って書いてあったんで、これ、れっきとした鉱山です。大きさなんですけど、思ってたより、小さかったですね。はい、では、全体は、このようになってます。これね、組み立てた時からめちゃめちゃギミックがあったので、まあ一つずつじっくり紹介しましょう。まずはこちらの、ドロイド。これ鉱山用のドロイドなんですけど、こちらはこのように回転したり、もう動いちゃってるんですけど、このように動かせることができます。いやもうこれ完全に映画ですよ。ここがヒンジパーツになってますので、このように開閉することもできます。で、さらに、こちらのジョイント2つが合わさって、このように固定することもできます。で、さらに、実は、このジョイントが、こちら、ここにもあります。なので、このようにすることもできます。角度変えるだけでも、ほんと全く印象違いますね。まあ、さっきから結構ポロポロ落ちちゃってるんですけど、こちら。こちらは、まあ、簡単には、溶岩なのかな。で、こちらの溶岩なんですけど、これを勢いよく押せば、発射します。では、行きます。これで、まあ、溶岩の惑星なので、爆発のシーンを再現することができます。でかいなんか歯車みたいなやつ。これもなんか溶岩のなんかって書いてあったんですけど、で、こちらはここがピンになってますね。このように稼働することができます。これ映画で、なんかこうやってうわーって落ちていったのを、ちょっと覚えてますね。こちらのプロペラの部分なんですけど、これも、ここまで稼働します。すっごい動くな、これ。これだけで映画のシーン再現できるなんて、さすがレゴスターウォーズですよ。はい、後ろの箱のようにミニフィグを並べるとこんな感じです。うわ、もうこれは最高だわ、本当に。動画の最初で言ったんですけど、これ発売して、もう速攻でプレネ化しちゃったんですけど、それはプレネ化するわ。エピソード3から15年経ってて、このムスターファーの戦いっていうのは確か発売されなかったんで、まあ、15年の時を経て、ついに発売されるってことになって、おそらくなんですけど、レゴスターウォーズ好きのファンはもうこれはもう買わねえとなっていうことで、もう大量に買ったんだろうなって僕は思ってます。まあちょっと話しとれちゃったんですけど、さっきのギミックを活かせばこんな感じでドロイドがこうやって動かして、こうやって倒れちゃった。さっきのギミックを使ってこういう対決を再現することができるんですよ。いや、これはすごいな。前に作ったレゴスターウォーズエピソード7の、スターキラーの決闘、あれを思い出しますね。いや、もうこれでエピソード3も一通り再現できるんじゃないかな。ではここから、まあ、僕の記憶だけでスターウォーズエピソード3を再現しようと思います。まあ、もしかしたら間違っちゃってるとこもあるんですけど、まあそこはまあ多めに見てみてください。なんて言ったっけな。アナキンよ、お前の考えてるジェダイというのは悪いものだ、だから、まあ、我々シスに入らないか。まあ、これ分かりやすく説明すれば、アナキンはいろいろ悩んでたんですよ。まあ、簡単に言えばエピソード2で、母親が死んでしまう夢を見て、実際に母親が死んでしまって、エピソード3ではパドメが、まあ、死ぬ夢を見てしまって、それで悩んでたんですよ。そもそもジェダイは実は恋愛禁止で、恋愛してしまったら、例えば守るものが増えてしまうんですよ。で、その守るもの増えてしまって、うわぁ、どうすればいいなってところにシスはついてしまうんですよ。お前は今日からシスに入れ。ジェダイなんか信じるんじゃない。まあ、シスに入るからには名前をか、まあ、シスに入るんだったら名前を変えないとな。お前の名前は、ダース・ベイダーだ。ダース・ベイダー。はい。マスター。もうシディアスのミニフィグなかったんで、まあそれっぽいミニフィグで代用したんですけど、こいつがもうダースベイダーじゃん。まあそういうわけで、まあアナキンはダークサイドに落ちちゃうわけですよ。で、しかもアナキンは、ジェダイの子供たちを全員皆殺しにしてしまうんですよ。もう恐ろしいやつだな。ムスタファーに行って、この後なんか元老院たちも全員殺して、そこでオビワンとパドメが来るわけです。アナキン随分変わっちゃったので、まあ、説得するんですけども、残念ながらもう完全に落ちちゃったので、もう俺はジェダイなんかもう信じないと言っちゃうわけです。で、そこでなんとパドメにあれを使うんですよ。ダースベイダーといえばあれ、首絞めフォース、あれやっちゃうんですよ。で、そこに
オビワンが来るわけです。で結局オビワンももう本当はもうジェダイに戻ってほしいって言うんですけど、もうさっきも言ったんですけど、アナキンはもうジェダイなんか信じないってなってしまって、はい、こうなっちゃいます。もうエピソード3の最後のシーンといえばやっぱこれですよね。アナキン対オビワンの師弟対決、もう僕もうわーやめてくれって思いましたよ。もうアナキンも本番に戻ってくれって思ってたんですけど、まあ結局まあ最後まで戻らなかったですね。まあ話は飛んじゃうんですけど、もう終盤に来ました。もうこんな感じでもうドロイドに乗りながら、そしてこの小さいドロイドの中でよく戦えたなって思います。でここからオビワンは、やめろアナキン、もう地の利は得たぞ。動画ではこんな感じなんですけど、実際はまあここに今山、まあ陸があって、まあ、実際こういうことです。でもうこれで、でオビワンはこれを説得するも、結局アナキンは僕の力を侮るんじゃない、オビワンはやめろって言うんですけど、結局アナキンはうわー、はい、もうちょっとグロい話になっちゃうんですけど、アナキンはこの戦いで左腕と両足切られます。でここでオビワンは、選ばれし者だった、シスを倒すはずのお前がシスに落ちるとは、まあシス倒すはずのお前がなぜシスに落ちてしまったんだと、まあ叫ぶんですけど、アナキンはもう完璧にダークに染まっちゃって、あんたが憎い、いやもう師匠を憎いっていう時点で、うわこれはもう完璧に落ちたなって僕は思ってます。まあ結局オビワンはアナキンのことを最後まで、俺は弟だと思ってた、愛していたと言ったんですけど、まあ結局こうなってしまって、うわー、まあアナキンが落ちたところがもうちょうど溶岩の手前だったので、切れた足から炎が燃えちゃって、最終的にアナキンは全身火傷を負って、まあ死んじゃうわけなんですよ。で結局オビワンはその後アナキンのライトセーバー持っていって、アナキンはもう結局うわーってもう苦しみながら炎に燃えて、オビワンは去っていきました。なんですけど、実はなんとアナキンは生きてたという、そうなんですよ、もう絶対死んだだろうって思ってたんですけども、実は生きてたという。そしてここでシリアスが来るわけですよ。ダース・ベイダーよ、よく生きれたなみたいな、こんなこと言ってた気がします。でその後アナキンはシスのどっかに連れてかれるんです。実際にこれストーブトルーパーがまあ持ってるんじゃなくて、まあ実際浮いてるんですけど、まあ運ばれるわけです。でここでダース・ベイダー誕生があれば、もう次のシーンも完璧に再現できたんですけど、もうなかったので、まあちょっとえらいざっくりめでまあ話すんですけど、でここでアナキンは改造手術をされて、てん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 、アナキンはダースベイダーになるわけです。いやーもうこのシーン本当にかっこよかった。もうダースベイダーの誕生を見ただけでもう本当にすっごいワクワクしました。ちなみにダースシディアスのこの代用品なんですけど、まあそれっぽくできてませんねちなみに頭部のメットパーツはファーストオーダーの黒い兵隊で、水色の頭部は、前にミニフィグ19で当てたゴーストの騎士で、胴体はカイロレンのミニフィグです。やっぱ今思えば、あの時ダース・ベイダー誕生買っとけばよかったなって僕は後悔してます。はい、レゴ・スター・ウォーズ、ムスタファーの戦いはこんな感じです。はい、ということで、レゴ・スター・ウォーズ、エピソード3、ムスタファーの戦いを作ってみました。やっぱこれはエピソード3を好きな人は、もう絶対買った方がいいですね。今だったら、定価で買えますね。確か5月ぐらいにレゴの新商品が出るんですけど、その時に大半してほしいなって思うものがあって、スターウォーズエピソード2のやっぱレゴは欲しいですね。僕エピソード2のレゴスターウォーズ持ってなくて、やっぱエピソード2のアナキンとオビワン欲しいのと、あとやっぱドゥーク伯爵欲しいので、やっぱエピソード2は再販してほしいですね。であとはバトルドレードの格納庫、あれも再販お願いします。はい、今回の動画よろしければ高評価をお願いします。そして僕のチャンネル登録やコメントやリクエストや質問などお待ちしております。以上、ひろげでした。ありがとうございました。動画を見てくれてありがとうございます。僕のチャンネルに登録していただくと最新動画がいち早く見れます。ぜひチャンネル登録をお願いします。そしてコメントや高評価やリクエストや質問などお待ちしております。それでは次の動画でお会いしましょう。ほんなら。